はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ多分天空城に目指すところですけれども、ちょっとここに井戸があったな。井戸を調べましょう。デスホールが現れた。マジかよ、とんでもねえ町だなここ。とりあえず暗黒圏のこれで攻撃をしとくか。これもう風魔手裏剣投げちゃおう。くらえ。200、勇者はフレアセイバーだな。もう街の中だからガンガン使いましょう。そうだ、フレアの出番だ。あ、もう一個空いてんな、マス。これ最後なんかビビ覚えるな。そうするとメテオあたりかな。288とか、すげえ。こいつもフレア覚えてんな。あともう一個あんな、キサロも。240 強い。1000円、風魔手裏剣400円で投げたから、まあプラスだな。ユフィのレベルも上がったし。じゃあこの井戸の中だ。結構広いなこれ。めっちゃ広いんだけど、この井戸。これがウルの町の水道の源になってるのかな。なんか竜がいるし、ちっこい。何こいつ、なんだ。ブルードラゴン戦闘になったんだけど。ブルードラゴンって言えば多分これあれでしょう、サンダカでしょう。まあ300、そうだな。これどっちがいいんだな。雷神と風魔手裏剣両方使ってみましょう。あー、なんか風魔手裏剣の方が強そうだな。フレアセイバーと雷鳴剣か。そうするとどちら。雷鳴剣で226。ウルドラ使っちゃった。うわー、2回攻撃か。結構減るな。ビビはちょっと溜めてらんないなこれ。攻撃できるときにサンダガで攻撃して、でピサロはちょっと自分で回復だなこれ。いや、なんかブルードラゴンっていうだけあって結構強えな。どうしようかな。ビビなんかな、死ぬのも嫌だしな。エクスポーション使うのもったいないから、とりあえずアモールの水でしのげるかな。162か、厳しそうだな。無駄になったけど、いやベホマ使っちゃおう。おお、89、さすが完結戦。飛ばされたんだけど、ためよ。で、風魔手裏剣を投げましょう。くらえ。235、そうだな。で、とりあえず勇者はフレアセイバーでいくつ当たるか。167。おお、津波80くらいか。うわー、やられた。ビビだな、やっぱり集中攻撃食らうときついのは。ちょっと明鏡止水で、これさ、全員回復する。いや、落ちてきた。あ、一応全員回復すんな。で、どうしよう、世界樹の葉取りに行くか。すぐ取りに行けるんで。ここは、あー、危ねえ。フェニックスの方だったらやられてたな。ピサロ一応自分で回復しつつ、ユフィの明鏡止水。うわー、早い。うわ、やられた。どうしよう、サンダが打つか。で、勇者はベホマだな。これ白魔導士必要か。やっぱりユフィが結構きつくなってきたな。津波これが80くらいだろう。うおー、ダブルできた。自分を回復して、で、サンダが、ユフィをね、生き返らせてる暇がない。痛い。クォータだ。お、生き残った。そして、反撃。で、どうする、ビビだな。ちょっと攻撃の要だから、全開させて、サンダがを打って、あー、倒した。これ多分ボスキャラだからね、経験値とかくんないっすよ。ほら、ただフォースアーマーとかいうの手に入れたな。伝説の六竜を倒した。残り5匹。なんで伝説の六竜がこんなとこにいるんだよ。町の井戸だぞ、だって。なんだっけ、フォースアーマーか。あ、シェルがかかるのね。すっげえ減るな。ただ、212が178だからな。ビビとかは装備できないよね、どう考えても。ユフィは死んでるけど、
ピサロはドラゴンメールだもんな。とりあえず伝説の六竜とかいうのよくわからぬうちに一匹倒したな。寝よう。また六竜を倒したんで寝ます。この町とんでもねえな。井戸に入ろうとしたら変な化け物が現れて、で井戸に入ったら入ったで伝説の六竜がいて、何も知らずに過ごしてんのか。何も知らないというのは恐ろしいな。じゃあとりあえず下の方かな。そうすると天空城は結構危ないとこ歩いてんな。これあれなんかある、塔みたいなのがある。暗黒剣。飛空艇ではさ、この浮遊大陸来れないのかな。飛空艇の高度がどこまで行くのか知りたいっすね。高度何メートルなのか。ここがこんな虫すら生息してるんだよ、この浮遊大陸。こう気圧に対応してんのかな。うわ危ない危ない危ない。ここ落ちるよ、落ちる落ちる。ちょっと聖水かけようかな。聖水どこだ。ここか。おお、あったすぐ近くだったし。お、魔物がいる。こいつ変幻の杖使ってみよう。あーあったあったあった。魔物に支配されてるからな。これ何、あキラーマシンだ。ここはエクスデス様の城、ヘルクラウド城だ。キキ普通だな。お前たちまさかエクスデス様と戦いに来たのか。まあやってみるがいいさ、死んでも知らん。これあれか、人間と変わんないかな会話。ちょっと歩いてみよう。襲っては来ない。そうすると敵も出てこないかな。あ、同じだ。別に変幻の杖とか意味ねえ。まあ、モンスターは出てこないから。あ、これあれかな、なんか、どっかの世界に行く井戸かな。世界樹の雫とか、天空城ってあった気がするんだけど、欲しいな。タンスだけ漁っていくか。あされるから。やった、小さなメダル。あれ、そろそろ神秘の鎧も手に入るんじゃないか。命の木の実か。ビビに使おっかな。ビビがだいぶ優遇されてるからな。もしお前たちがクリスタルの戦士とかいうやつらか。だったらいいこと教えてる。なんでいいこと教えてくれんだよ意味不明だよ。エクスデス様の無の実験によって住民ごと消された国があるらしいぞ。お前たち人間などが束になっても勝てるお方ではないということだ。キキー。なるほど、情報をくれる。こいつは反エクスデス派かなデスピサロ派かな。デスピサロ見てさ、何とも思わないのかな。お前はデスピサロみたいな。エクスデス様に逆らう危機か。なんもねえな。一個一個調べるのはちょっとめんどくさいんで帰ります。あ、セーブポイントが優しいな。セーブポイントはそのまま置いてくれてる。でも俺が魔物だったらこんなセーブポイントなどいらん、破壊してしまえ。テントで寝れるしね。だってまあセーブしましょう。あ、もう15まで来たからまた1にセーブしようと。テリーの顔が見えましたね。テリーの顔が、今は2軍メンバーになってしまったテリー。お、音が。これ誰、エクスデスじゃん。普通に座ってる、くつろいでんなこいつ。勇者がこう目の前にいるのに、あいつはなんで俺に話しかけてこないんだなぜ突っ立ったままなんだ。しょうがない、話しかけてあげるか、寂しそうだから。あ、話しかけようとしたらここでイベントが起こった。ふわふわふわ、ようこそ我がヘルクラウド城へ。それさ、最初登ってきた時に言えばいいじゃんなんで沈黙の状態が続いてんの。気まずかったろうな。あと一歩、あと一歩前に出てきてくれザンデたちを倒し浮遊大陸にあるこの城までたどり着くとは。これなんでザンデが引き合いに出せんの。ザンデ超弱かったっしょ。だって一番最初のボスだよ。さすがはクリスタルに選ばれただけのことはある。だが全ては無駄なあがきだ。私は無の力を手に入れた無の力ってさ、今考えるとおかしいっすよね。無なのに力があるのっていう
そして今や天空城まで我がものとなった。もはや私を拒めるものなどこの世に存在しない。それがたとえロトの勇者であろうとな。お、飛んだ。全てを飲み込む無の中へと消え去るがいい。お、マジか。これは吸い込まれる。お、プサン。エクステス、お前の好きにはさせませんよ。バカな、無の力を打ち消すなど人間にできるはずが。さあ皆さん、今です。あとは任せたみたいな。己、私を本気にさせたな。貴様らなど無の力を使うまでもないわ。死ねえ。うわ、戦闘になった。普通に。これは祝念の対決だ。今まで俺を散々コケにしてくれたな。ヒットポイントを吸い取ってやる。どうしよう。風魔手裏剣結構簡単に風車できるんで使っちゃいましょう。もうここは、ほら、うわ、ピンクの手裏剣だ。これはフレアセーバーも使って、クォータが早い。もうフレアだな。いくつ当たる317、強い。これもヒットポイント全開の時はフレア使ってった方が強いかな。20使うのか。フレア、ユーフィーの名教シーズンに間に合うかな。エクステス結構早かったよな。これためが必要なんで、一応ベホマを、あ、間違った。ビビにやろうとしたら、いってててって、危ね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 。ラッキーだったな、間に合った。フレア、これ全回復してないよな。勇者がちょっと減ってるよな。クサロは多分大丈夫だな。フレアの嵐、こいつらフレアばっかり使ってきやがって。ベホマ、うわー、一応全員回復はしてないけど、ちょっと自分を回復させよう。で、明鏡実はもう撃っとこう。クォータが、なんてこう勇者狙われんだ。反撃してくれた。貯めようか、どうするか。いや、もう貯めるのはちょっと危険だからな。もう少し余裕があればいいんだけど。勇者攻撃しよう。フレアセイバーで、こいつもフレア。ただ連発してるとちょっともうマジックパワー67か。メテオー、マジか。1184回だよね。これはまだ迷宮止水でいけるな。うわ、早い、やばい、あぶね。うお、手つく波動無駄だけどね。こちら炎は入ってこないか。そうするとな、フォースアーマーとかでもよかったかもしれないっすね。もう一回フレアを唱えよう。勇者はちょっと自分を回復させとこう。結構エクステスに恨まれてるかんな。リミット迷宮指数は打っといて、ベホマと一応安全な方向で。うわー、こいつもフレア使ってきたよ。真似してきたよ。私のフレアを見ろ。うわ、ホーリーまで使ってきた。フレアだけではない、ホーリーも使えるんだ。そうだね、エクステス元々そういうキャラだったもんな。そろそろユフィのマジックパワーとピサロのマジックパワーがやばい。魔法の聖水を使うか。次明鏡止水を使ったら魔法の聖水を使おう。メテオー、これはな、誰に当たるかが肝だからな。ビビはフレア、おお、倒した。まあまあだったな。これ全体攻撃的なものがないから結構助かった。これ全体攻撃を連発されるとかなりきついんですよね、このゲーム。何も持ってねえし。普通のボスと一緒で何も持ってない。無の力、未だ完全ではないというのか。だがこれで終わりではない。いずれ無の力は我がものとなり、世界は私にひざまずくのだ。
次に会う時こそ最強の力を見せてやろう。ファッファッファ。どこに消えたんだ。はあはあ、とどめは刺せませんでしたか。いやー、皆さんお強いですね。私が力を貸したとはいえ、あのエクスデスに勝つとは偉そうだな。私が力を貸したとはいえって。それにしても私としたことが無理が過ぎたようです。さすがにこの体で今のはきついですな。ところでエクスデスが消えたせいか、天空城を包んでいた邪悪な気は消えたようですね。少し外を見てみましょうよ。なんでなんで外を見るの。音楽が戻ってる。天空城に人はいないのか。なんかピカーンってなった。お、イベントが始まった。なんだどういうことだ。おー、見てください、エクスデスが去ったことによって封印されていた天空人も元に戻ってきたようです。ミカミックス、これもあなたの力があってのことです。さて、あとはあなたたちに任せるとして、私は城の様子を見てくることにしましょう。ではまた後で。封印されてたんだ。かつてこの城を治めていた竜の神様は一体いずこへ消えたのでしょうか。なんか様子見てくるって言ってどっか行っちゃったよ。まあ倒したんでセーブしましょう。テントで寝とくか一応。だいたいさ、さっきウルの町にさ、私は天空城の生き残りですみたいな。こいつら元気じゃん。もしやあなたたちの持っているのは伝説の4つのクリスタル。ということはあなた方なのですね。この城を救ってくださったのは、ありがとうございました。なんかよこせ。お礼に、これを、みたいな。これは天空の城にまつわる伝説の剣です。我々も油断していました。まさかエクステスが復活するだなんて。クリスタルの力をもってしても完全にエクステスを消し去ることはできないのでしょうか。そうだよな。やっぱり平和ボケすると、そういうことになるんだよ。いくら天空の人として、ドランがいる。ドラン、俺仲間になってるよ。グオングオン。エクスデスにこの城が支配される以前のことです。この子と同じ竜の子供が空から落ちてしまい行方知らずになってしまったのです。名はドランと言います。うん、いるよ。ってかさ、こっから落ちて生きてたのかドラン。すげえタフだな。人間もなかなか良いものだな。なるほど。こいつは全然教会の神父らしくないな。てか世界樹の雫をくれよ、世界樹の雫を。あと世界樹の葉もちょっと取ってこないといけないですね。使っちゃったんで。で、結局どうすればいいんだ。あ、そっかそっか、あの井戸のところに行けばいいんでしょうけど、ちょっとまずメダル王女のところに行って、多分神秘の鎧がそろそろもらえるんで、ちょっと神秘の鎧をもらいつつ、何枚だ ?54枚。ちょうどだな。よし。あー、リボンだ、超欲しい。あと6枚か。黒装束を。あ、黒装束、すげえな。闇死に耐性があるから、これはちょっと黒装束装備しておきましょう。ピサロのドラゴンメールか、そうすると。あー、だいぶ変わるな。206、20変わるな。そうだな、変えとこう。もしフバーハが必要になった際は装備させますか。こんなところで敵が。間違えた。まあ一層だなこれで。うおー、すげえ。奇跡の剣と神秘の鎧のコラボレーションで2回回復した。これは回復量プラスになるんじゃないか。そういうのはいいね。この重複しませんみたいな感じになると38。あ、回復しなかった。どういうことだ。世界樹の葉を取って、これもうないよね。じゃあまた天空城に戻りますか。で、井戸の封印が解けてたんで、ちょっとあの井戸を覗いて、これ多分ねどっか行くんすよ。普通の井戸だし。あ、ほらほらほら、旅の扉2つあるな。1個封印されてる。じゃあこの旅の扉に乗って、祠の形はどこも一緒だな。あ、これで
さっきの塔のところに行けるのかな。あそこにも城がある。暗黒拳くらえ。おお、いいね。カトンが効きそうだな、あの花は。その通りだったな。あ、ズシオマル強い。神の怒りをくらえ。1152円。これ結構風魔手裏剣投げてもいいんじゃないか。あれってか、この城に行くのか。ちょっと俺は今目的が分からず適当に歩いてるだけなんだけどいいのか。キラーアーマー弱えな一番楽だ。ちょっと聖水使おう。最近ちょっと聖水に頼らないとめんどくさくなってきた。あれ、城は無視か。いまいちまだこの浮遊大陸の地形をつかめていない塔でも城でもなく神殿だった。なんだこれ、敵が出る。うおー、なんだこいつ。エピタフ、闇聞くか。倒れろ。あいつなんだ、何の魔導士だ。ちょっとユフィの攻撃だと見れない。水に流してやろう。エピタフの後ろにいるやつ、大魔導ベギラマとか使ってくるかな。魔法が使えねえ、なんでだ。もしやそういうとこなのか。暗黒剣は使える。危なかったな。ってことはベホマも使えないか。宝箱ある、結構。おお、刃の鎧。黒装束かなり強いかな。ただピサロだって神秘の鎧でしょ。あ、全然ダメだ。刃の鎧の出番がないな。あんな大層なところに置いてあったのに。で、この音楽は何だ。何の音楽だかちょっとわからん、元ネタが。ちょっとこのこの神殿になんか似つかわしい音か。お、忍者の強いバージョン、インビジブル。しかし、うわ、効かない。闇耐性がある。雷神ってことはこれあれだな、結構きついな。回復はユフィに任せないといけないな、戦闘中だと。ピサラの回復量が異常だな。雷神使ってきたからこっちは水遁で応戦だ。勇者が久々に役立ってんな。魔法使えないの痛いな。まあただデスピサロの暗黒剣が使えるのはでかい。早っもうこれは中間地点か。ボスがいるのかな。左にも伸びてるけど、まあちょっと上見てみますか。宝箱だしエクスポーションだからさ、なんでこんな大層な感じに置いてあるんだ。ここは聖水、聖水を振りまいたってどういうことこれ。体にかけてるの、それとも周りに振りまいてるだけなの。単純に闇の剣さえ聞けばな、だいぶ楽だからな。雷神で、どうしよう、バトルレックスをぶん殴っとこう。で、マグマの杖、海なりの杖買っといた方が良かったかな。ちょっとマグマの杖だと今限界かな。ジュエルリングとかいうの手に入れた、すげえ。なんだ効果だけ見とこう。ストナ石に強いだけか。まあ割と普通の装備だな。お、下に降りていってる。また宝箱、パンドラボックス、マジか。これは闇の剣でいくか。普通の攻撃よりは闇の剣の方が強いっていう。風魔手裏剣も投げよう、超いっぱいある、強い。魔法剣、フレアセイバー、
フレアセーバーより強いんだよ。だって、うお、レベル5咲き。あ、魔法は、かき消された。うん、バカなやつだ。弱いマグマの杖が。ちょっとビビにアンモールの水を使ってあげないと。やばいっすね。500か、結構持ってんな。アンモールの水買っといてよかった。252か、ヒットポイント。やっぱだいぶ低いな。ユフィでさえ300ちょっとあんのに。これが魔法キャラの打たれ弱さゆえんか。どっちだ。なんか、すげえ進んでるっぽいけど。聖水聖水。聖水使ってこのエンカウントだからな。効果あるよね。まあ、めんどくさい奴らだ。おお、クリティカル。カトン。マグマの杖がな、やっぱ弱い。とはいえ、まあファイカとかに比べればって話だけど。うわー、真空波使ってくんのか。もうめんどくさいから風魔手裏剣投げよう。後世に。すげえ、マジ杖。900円だからな。マイナスにはなってない。あ、なんか覚えた。名の剣とかいうの覚えたぞ。お、あれはデュランではないか。ザモルに回復させ。でもデュランってさ、なんか回復してくれそうなキャラだよね。さあ、回復してやろう。来るがいい。みたいな。お初をお目にかかる。我が名はデュラン。エクスデス様が手を焼くほどの人間がいると聞き、この封印の地で待っていた。ほほう、確かに伝説の4つのクリスタルを持っておる。敵ながら見事なものよな。その実力、どれほどのものか久しぶりに血が騒ぐわ。さあ、回復してやろう。全力でかかってくれ。ほら、回復してくれた。でも魔法使えないんでしょ。名の剣、これちょっと使おう。早速だけど。くらえ。おお。396。クソ強え。風魔手裏剣。フレアセイバー。ビビがな、ちょっと戦力不足になんな。ビビはちょっと回復に走ろう。やることがない、魔法使えないから。で、ピサロ超強い。これ超強い。ほら。ヒットポイントも減るけど、この、奇跡のコンボでめっちゃ回復するから、問題ないでしょう。フレアセーバー。ツインランサー。お、相手。ツインランサー。ツインランサーって普通にさ、武器だよね。こいつツインランサー装備してんのか。ピサロはちょっとずっと攻撃に入りたいな。今回の MVP はピサロだな。明鏡止水は使えるから、ちょっとアモールの水でビビをもう一回回復させとこう。死ぬ恐れがある。一応これ壁にはなるかな、ヒットポイントがあれば。ツインランサーあんま強くないんだけど。アモールの水でピサロを回復させて。まあ銘の剣でね、少し減るんで。結構ヒットポイント減るな、これ。403とか。回復が間に合ってない。銘の剣だと。だから、勇者はまあ、まだ攻撃でいいか。こいつ、ツインランサー好きだな。やっぱでも、スカラがかかってると全然違うな。あー、反撃がミスった。ユヒーはそろそろ、明鏡止水を唱えるか。で、フレアセイバーと。ほら。テンションが5上がった。マジか。俺の強さにテンションが上がったか。これ道具でさ、なんか攻撃できる道具とかないのかな。もう全員、ヒットポイントほぼ全開だし。なんかこう、補助的な、ヘイストがかかるやつとかもないな。貯めても意味ねえしな。そうするとマグマの杖か。80。あ、でも、銘の剣結構マジックパワーも使うんだな。マジックパワーも使うし、ヒットポイントも減るという。弱っ。今回はピサロが光ったな。銘の剣覚えてなかったらもうちょっと苦戦したかもしれなかったですね。まあ、例によってボスなんで。なんも言わない。なんも言わずに死んでった。
悲しいキャラだ。いや、小さなメダルがあった。あれ、これ左の方行ってないけど、なんかあんのかな。ちょっと左の方探索に行きます。特に何にもなかったな。このまま戻るか。じゃあ悲しいけど。で、この奥には何があるんだ。そうそう、封印の地って何を封印。おお、なんか出てきた。ガンマ、名前はかっこいい。これは名の剣を使おう。345、そして風魔手裏剣も投入。237、まだ死なないか。おお、強い。もう見た目からして硬そうだもん。まだ生きてる、ランチャー。おお、強い、普通に強い。風魔手裏剣をくらえ。これでもう800円だぞ。こいつに投入した金額、投資額800円、投資額800円で1000円か。まあ赤字にならなかっただけマシですかね。なんかある。これはドラゴンウォーブ。ってことはあれじゃん、プサンが復活できるじゃん。帰ろう。帰っていいよね、もう。これ思い出の鈴で帰って。なるほど、ここにドラゴンオーブを封印してたわけね。X ですが持ってた方が良かったんじゃないか。天空城と。さあ、我らがマスタードラゴンの復活だ。これ多分ね、玉座に行くとね、お前は誰だ、プサンなんてやつ知らないぞみたいなことを多分言ってると思うんですよね。まあ、そのイベントを見て終わりにしますか。モンスターの気配が元に戻った。ほら。いやいや、ミカミックス殿、いいところに来てくれました。実はこの城に怪しい男が潜んでいたんです。プサンとか言ったな、お前は何者だ。我々天空の民にはプサンなどという名前の者はいなかったぞ。詰め寄られてる。待っていました、ミカミックス、ドラゴンオーブを持ってきてくれたのですね。やはりあなた方は私の思った通り、知恵と勇気を兼ね備えた人たちです。さあ、そのオーブを私に渡してくれませんか。嫌だね。そうですか、本当なら腕ずくでももらうのですが、私は見て通りのヤサ男、あなた方にとても勝てそうにありません。諦めることにしましょう。諦めるのだ。ミカミックスはドラゴンオーブをプサンに手渡した。ありがとうございます。何やら全身に力がみなぎってくるようです。瞑想を始めた。おお、マスタードラゴン、意外にちっちゃいな。マスタードラゴン、ワグナーはマスタードラゴン、世界のすべてを統治するものなり。貴様、王様気取りか。よくぞ来たな。ロトの血を引きし勇者とその仲間たちよ。私が人として暮らす間に再び世界の平和が破られてしまった。エクステスが復活し、無の力によって世界を支配しようとしているのだ。エクステスが無の力を極めてしまえば世界は消滅してしまう。それだけは何としても阻止せねばならぬ。今こそ教えよう、闇の世界への扉を開く鍵。背中に輝く羽を持ち、空を駆ける伝説のチョコボ。天馬のこと、伝説のチョコボって言われてもな。このチョコボとクリスタルの力があれば、闇の世界への結界を打ち破ることができるであろう。ミカミックスよ、この城の井戸より通じる地へ行き、天馬を見つけ出すのだ。その時こそもう一度クリスタルにその力を授けよう。なるほど。さっきの旅の扉のもう一つの方ですね。じゃあそっちへ行きますか。というところでマスタードラゴンが復活したところで今回は終了したいと思います。